はい、こんにちは、伊豆チャンネルです。ワシントン州はリテール系、服屋さんとかそういうアパレル系とかのお店はまだ開いてないんですけれども、オンラインオーダーとかは受け付けているっていうお店があるので、オンラインで最近ちょっと買ったものをご紹介していきたいと思います。買ったお店はここ、見えるかな、箱ちょっと地下に、シエラっていうお店なんですけれども、ここは TJ Maxx とかマーシャルズとかホームグッズとかっていうディスカウントストアの系列のお店です。で、ここのシエラっていうところはスポーツのものとか、あとアウトドア系のものが結構いっぱいあるお店で、ここのグループのお店の中でここだけがオンラインオープン今してまして、でもまあスポーツ系以外のものも結構いろいろあって、なのでちょっとオーダーしてみました。到着するのすごいもっと時間かかるのかなと思ったら、そんなでもない、1週間もかかってないから1週間ちょっとぐらいで届いたと思います。同じ系列 の, TJ Maxx とかマーシャルズとかも一時ちょっとオンラインを再開してたんですけどね、1日のオーダー数をちょっと制限してちょっと空いてたんですけれども、でも多分オーダーが殺到したのか、今はまた一時的に閉店していますっていう風に戻っちゃったんですけれども、多分そのうちまた準備ができたら再開するのかなと思います。まあ、今回はちょっとこのシエラで買ったものをちょっとご紹介します。まずハイキングシューズ、トレッキングシューズみたいなのを買いました。で、これなんて読むかわかんない、アーヌっていうのかなっていうブランド、ティバのブランドの靴なんですけれども、こんな言いますか、こんな感じの靴で、ウォータープルーフ書いてますけども、こんな感じで、で、こうなんか底はこんな感じの靴です。で、前メレルのなんかトレッキングシューズみたいな持ってたんですけれども、それがなんかすごいここのアキレス腱に当たるとこすごい痛くて、なんかあんまり履き心地が悪くて、いつもなんかこう豆みたいなのができたりとかしてあんま良くなかったんで、ちょっとこれを機会に買い替えようと思ってこれ買いました。サイズが 6M って書いてて、私通常は 23cm でサイズ6なんですけども、6かなと思って 6M っていうのを買ったんですけど、なんか見たらなんか US のサイズで 6.5、 ジャパンサイズ 23.5 になってて、いつものサイズはちょっと大きくて、あれと思って大きかったも返品しようかなと思ってたんですけども、履いてみたらそんなに大きくなくて、だいたいこういうの履くときって分厚い靴下履くので、で、まあ、分厚い靴下履いて履いたらちょうどいいかなって感じなので、使ってみたいと思います。これが39ドルでした。39ドル。まあまあ、お手頃価格です。はい。で、次、これ。これも、ちょっと、ハイキング行く時のソックス、買いました。で、まあ、普通の、なんか無地で、グレーに、上のところがピンクになってるソックスで、なんか可愛いなと思って、安かったんですけど、これいくらや ?3ドル50でした。S サイズ、普通のこういう靴下です。で、あとなんかワークアウトとかエクササイズするとき用にこの、アディダスのトップを買いました。これ M サイズなんですけども、アディダスっていう字が、これはね、黒地にちょっとグレーみたいな感じので書いてます。割と薄っぺらい生地なんで、汗かいても涼しいかなと思って、で、横がこう脇が空いてる、結構空いてる感じのデザインです。こういうデザイン、ね、はい。で、これはなんかね、白とか、あと黒地に白の字でアディダスって書いてるやつとか、いろいろ他の色とかもありました。で、これもともと30ドルのが14ドル99なので半額になってましたね。で、後ろこんなアディダスのロゴが入ってます。はい、こういうのと買ったのと、 あとスポーツブラを買いました。で、こういうなんかティールっていう感じの色かな、薄い
なんかターコイズブルーみたいな色のやつで、後ろがちょっと、後ろっていうか横からこういう感じで、ちょっとレースっぽいような感じになってて、こういう感じで、後ろはこんな感じです。で、私はスポーツクイックドライってやつで、汗かいてもベタっとしないような感じ、すぐドライな感じになるやつみたいです。これが$12.99でした。はい、次はね、服とかじゃないんですけども、ここのお店一応スポーツ系がメインなんですけども、いろんなもの売ってます。で、これはソープを買いました。オリーブケア、オリビアケア、ピンククレイ、チャコール、マーブルドバーソープ、グルテンフリー、ビーガン、クルエルティフリー、ノーカラリング、グルテンフリーでビーガンで、そういう動物実験してなくて、そのノーカラリン、だから着色料みたいなのも何も入ってないっていう、ちょっと自然派みたいな感じ、メイドイン USA のソープです。香りはどんな香りなのかな、分かんない。 With tea tree essential oil、 なんかチャコールだから炭が入ってるのかなと思って、でなんか肌が柔らかくなる、ソフトになるみたいな風には書いてます。でチャコールがこの炭の効果で肌がこうクレンジングされて輝く肌になりますみたいな。ティートリーオイルが入ってるので、肌弱い人でも潤うと、保湿成分なオイルが入ってるので、そういう方にも、肌の弱い方にも、乾燥肌の人とかでも結構いいと思います。でこれが$3.99でした。結構大きい、これ私の手の、結構大きなサイズ、普通の石鹸の2倍ぐらいの大きさ。これどこまで入ってんのか、でもここまでか、ここぐらいはしか入ってない、そうそう、ここまでは入ってない、ここぐらいまでだけど、結構大きな、ちょっと大きめのサイズです。はい。で、あとは、あとね、これフェイシャルトーナー、化粧水を買いました。クリーンビューティーディープハイドレーションフェイシャルトーナー、ローズウォーター、ラベンダーとウィッチヘイゼル。ウィッチヘイゼルってね、なんか日本ではあんまり聞かないけど、こっちではすごい使ってる人が多くて、化粧水になんかよく使ってる人が多い。ウィッチヘイゼル自体は匂いとかもなんかすごい臭くて、なんかそれ自体、それだけだとなんか合う人と合わない人がいるんですけれども、こっちでは結構人気で、どこのスーパーとかどこのお店行っても置いてます。ウィッチヘイゼルは何にいいかっていうと、毛穴を引き締める、タイトンポーズで、毛穴を締めて、あとその保湿の水分を内側に閉じ込めるっていう、というのにいいそうです。で、使い方としては、手のひらとか、あとコットンボールとかにとって、顔とか首に塗るっていう感じです。香りはね、ラベンダーの香りです。こういう感じで、ドボドボって出るかな？わかんない。こういう。なんか木かなと思った、プラスチックみたいな。236ml 入り。でこれが6ドル99でした。でこういうものも結構売ってます。で、足しびれた。で、最後は、J に来月父の日なんで、小さいものなんか送ろうかなと思って買ったんですけれども、全然帽子を普通のこういうバケツみたいな、バケットハットっていうの、そういうのは持ってるけど、こういうなんかキャップ系を持ってないので、1個買いました。でこれはなんかね、これこういう形、この後ろがメッシュになってるこうキャップを、トラッカーハットとかいうのかな、というスタイルのやつで、これで、ブランドはアウトドアリサーチっていう、アウトドア系のブランドなんですけれども、 J がすごい好きなブランドなので、これのやつがあったので、デザインも可愛いなと思って、オレンジ色でなんか山じゃないな、なんかこういう絵が描いてます。いくらや、$9.99 安い、$9.99でした。これね、これ J に買いました。はい、こんな感じかな。はい、
で、以上で何個買った？7個買ったね。7点買って、$91.45プラス、まあ、タックス、$99.68でした。はい。ということでね、全然今お買い物行けないので、あんまり買ってなかったんですけれども、ちょっとなんか、たまにはちょっと買ってもいいかなと思って、久しぶりにお買い物してみました。ネットで買ってもね、やっぱり買い物すると楽しいですね。はい。ということで、以上でシエラトレーディングカンパニーというお店の購入品の紹介でした。いつも見ていただいてありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。